お世話になります。はい、ガチのやつです。ということで、今年2024年度のシルクレーシングさんの募集馬の中での出資が決定した僕の愛馬紹介ラストになります。今回はですね、シュペトレーゼの23ということで、はい、こちらの紹介に行きたいと思います。はい、まあ、このシュペトレーゼの23ですね、まずお父さんはミスターメロディーということで、このミスターメロディーはですね、福永現調教師がジョッキー時代、そしてまあ管理されてた藤原調教師がですね、これミスターメロディーのお父さんがスキャットダディです。はい、でこのスキャットダディの血を絶対に日本に残さないといけないと。なのでこのミスターメロディーには是が非でも G1 を勝たせて、このミスターメロディーを種馬として活躍させたいってね、ミスターメロディーが現役の時からおっしゃってました。はい、それ僕ずっと頭にあって、でミスターメロディー3区が募集されればぜひ出資したいなと思ってたところですね、今回、まあ、一時募集で満口になったんですけど、なんとね、なんでか分かりませんけど出資決定しました。ありがとうございます。まあ、一時募集で満口になった中で出資できたのはこのシュペトレーゼの23だけということで、はい、で、このシュペトレーゼの23ですね、まずお母さんのシュペトレーゼですね、こちらですね、お父さんがディープインパクトとなっております。はい、でお母さんがショアですね、でショアの子供ということで、このショアの、子供、シュペトレーゼの兄弟には X マークとか湘南バーズとかイモータルとかアドマイヤシーマとかシュバルツボンバーとかも活躍馬が、まあ、もうみんな引退してますけどずらーっと並んでおります。はい、まあ、それだけショア自体が能力のある繁殖牝馬だったということで、このシュペトレーゼはですね、さらにお父さんがディープインパクトということで、はい、これはね期待できるんじゃないかなと思ってるんですけど、ただ今のところシュペトレーゼの子供はですね、まあ未勝利を勝った、ぐらいしか実績はございません。はい、なのでまだ大物とか、まあ、重賞馬とかね、まあ、そんなんは出てないんですけど、この僕はシュペトレーゼとミスターメロディーのこの配合自体がめっちゃ面白いなと、はい、思って、これは絶対行きたいと思って行かせていただきました。っていうのもスキャットダディのお父さんがヨハネスブルクということで、まあ日本で言ったら、まあ、ダート芝問わずですね、短距離で活躍してくれる、ヨハネスブルク3区がいっぱいいました。でその中でお母さんシュペトレーゼはこれディープインパクトの血統なんで、まあ、切れ味も期待できるんじゃないかなと思いつつですね、まあ、この、ミスターメロディー3区が、まあ、現状ではダート芝両方います。ただまあちょっと若干ダートの方が多いかなっていう、印象なんですけど、まあでもね、僕はミスターメロディーは本当に福永現調教師で藤原調教師ですね、この2人の言葉を信じてですね、僕は絶対ミスターメロディー3区いいなと思ってたんで、まあ、今回ね無事本当に出資できてよかったなって、はい、めっちゃ思ってます。はい、でこの馬ですね、まあ、小柄なんですけど、まあ、まあおそらく1200、1400、マイルも厳しいんちゃうかなっていうぐらいの僕は、感じに思ってるので、本当短距離で芝ダート問わずに活躍してくれるんじゃないかなと思ってます。はい、でそのシュペトレーゼの23の近況ですね、こちら行きたいと思います。まずは先月の振り返りですね。はい、現在は夜間放牧を行っています。小柄ながらしっかりと夜間放牧を継続しており、タフな一面を持っています。放牧地でも活発に動いており、機敏なフットワークは軽い芝の短い距離に適性があるように感じます。馬体はまだまだ成長段階ですが、気象面はおとなしく扱いやすいため、粗い順地をこなしたりと、順地も着々と進めております。引き続き移動までの間にさらなる成長を促していきたいと思います。馬体重は428キロですということで、はい。で、こちらですね、今月の情報になります。あ、これは、先月ですね、8月20日ぐらいだったかな、ちょっと忘れましたけど、ノーザンファーム空港へ無事移動しております。で、在給場所がノーザンファーム空港、その担当者のコメントです。こちらに移動後も継続して順地を進めており、現在はロンギバで騎乗順地を行っています。イヤリングからの引き継ぎでもとてもおとなしい馬だと聞いていましたが、実際に接しても確かにおとなしい子です。こちらに入場してきてから馬体を見た第一印象は少し小ぶりかなとは思ったものの、華奢な感じは受けませんから、今後も順地や調教をしっかりと行っていけそうな感触を得ています。
それほど大きくない馬ですが精神的に落ち着いていて急にお腹が巻き上がるくらい馬体を減らしてしまったりすることがなさそうなのはいいですねと。馬体重は414キロですということで、はい、こちら募集時がですね422キロだったんですけど、なんと募集時よりも馬体重を現在は減らしてしまってますね。はい、まあこれは、ノーザンファーム空港への移動があったりとか、まあそんなもある、まあね、慣れない環境で数日過ごしてるっていうのもあると思うんで、まあ心配ないでしょう。でまあこの今回ね、担当者の方が言われてたように、今急に馬体重が減ってお腹が巻き上がってっていうような危険性もなさそうなんで、まあね、このまま順調に進めてコースに入れて、まあ貝馬もしっかり食べるようになればですね、はい、まあ順調に成長してくれるんじゃないかなと思ってます。はい、でこのシュペトレーゼの23なんですけど、まあ僕の感覚では、まあ、芝ダートどっちで下ろすかはちょっと分かりませんけど、まあ、コバになって将来的には僕ダートの1002、1004、この重賞とかね、まあこの辺を賑わしてくれる存在になってくれるんじゃないかなと、はい、期待しております。はい、まあ例えばカペラステークスであるとかネギシステークスであるとかね、まあこういうレースで活躍してくれそうな僕は予感そして印象があるので、まあ期待したいなと思ってます。はい、こちらね、立東の新規開業厩舎ということで、どこの厩舎になるかは分かりませんが、まあ、ぜひね、まあまあ短距離は短距離で間違いないと思うんですけど、このねシュペトレーゼの23がですね活躍できるローテーションとか、活躍できる感覚を取りながらですね成長を促しながら、まあ将来に向けてですね、使っていってほしいなと思います。はい、まあとにかくですね、でも今は育成、まあ、ノーザンファーム空港でですね、まあ、馬体重を増やしながら、体力そして筋力のね強化そして競馬というものを覚えるっていう作業をね、着々とね、こなしてもらえたらなと思ってます。はい、まあ先ほど言ったようにですね、このシュペトレーゼの23には本当に僕、重賞もね、勝てるぐらいの活躍を期待してるんで、はい、まあ今回応募させていただいた馬はですね、もうみんな期待してます。はい、まあ牡馬1頭牝馬5頭になっちゃいましたけど、まあ全ての馬、期待しております。まあ現実を 見れば、まあ6頭のうち、まあ少なくとも3頭は勝ち上がってほしいなと、はい、思ってますんで、まあね、あの能力はあっても相手関係があったりとか、競馬に向かう姿勢とか性格とかもあるんでね、はい、まあ6頭中3頭ぐらいは、現実、勝ち上がってほしいなと思ってますんで、はい、まあね、今回でこの今年出資が決定した愛馬の紹介は終わりますけども、はい、まあね、今後もですねこの6頭を含めシンジレーションアルゲンテウスポートデラメールストロングタイズ、この4頭を合わせた10頭のですね、愛馬情報はねこれからももちろんやっていきたいと思いますんで、はい、今後ともこのガチのやっとの愛馬情報をぜひよろしくお願いしたいなと思います。はい、そんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。